学問の神とも言われる孔子を祀るため300年余り前に建てられた多久市の国指定重要文化財多久廟の柱に落書きされているのが見つかり市は警察に被害届を出しました落書きが見つかったのは佐賀県多久市にある国指定重要文化財多久廟です昨日午前の巡回で見つかり木製の柱1本の縦2 0センチ。 横15センチほどの範囲に SI-9315 と文字や数字が刻まれています儒学の祖で学問の神様と言われる孔子を祀る卓生廟は1708年に建てられ警察は文化財保護法違反の疑いで調べています市は防犯カメラの設置など対策を検討しています